壁も天井もカーテンすらも真っ白の部屋なんて最悪だと思わない？だって真っ白よ。距離感がわからないし落ち着かないし、何より研究室を思い出しちゃうんだもの。こら、変なこと考えるのはやめなさい。そこまで大げさなものじゃないから、弱点として使える日は来ないわよ。そうとも言えるわね。ずっと白い部屋の中にいると頭が変になりそうで、絶対にやめた方がいいわ。黒も生活大変だと思うわよ。真っ黒な部屋に比べたら真っ白な部屋の方がマシに思えてきたかも。